えー、マンションに住んでるんですけど、夜中にバイクが数台前に通るんですけど、ものすごくうるさいです。明らかに周りに迷惑の音の大きさで100メートル程度の音でも聞こえるぐらいの大きさでバイクを暴走しています。怖い集団かなと思うので、都合のやめた方がいいですか何か言いたい証拠や気のそらし方なんてありますか都合してください。別にあの誰が通報したというのは、その暴走している人には言わないので、あの警察に通報したときにあの、もし怖いのであればあの、マンションの隣の部屋の人の名前を言ってください。 あの、隣の家が佐藤さんだったら、あの、なんか503の佐藤ですけど、あの、外でバイクがうるさいんで、ちょっと来てくださいって言うと、警察が来てくれて、まあ、仮に、あの、その誰が通報したか漏れたとしても、あの、佐藤さんの名前が出るだけなんで。